岸和田岸和田10月28日から1937年5月8日は、日本の医師、工学技師、宗教家。台湾総督府院所代医長、台湾総督府医学校教授、関東都督府医師、帝都復興院技師などを務めたほか、飛行発動機の開発などで活躍するが、宗教団体を立ち上げ、精神病の判定をされるなど波乱万丈の一生を送った。 岡山県水戸郡大野村、大阿崎田長瀬出身。平民、岸熊三郎の長男として生まれ、1897年に、岡山医学専門学校を卒業。同校の生理学教授だった、荒木虎三郎に才能を認められ、その紹介により、自備院校科研医、金杉英五郎の東京自備院校科医院に入り、その後ドイツに2年間留学し、解剖学などを学ぶ。 1902年、台北医員、現、台湾大学医学院付設医員における、台湾初の自備委員公家の初代主任として、医長となり、台湾地方病伝染病調査委員も命ぜられ、フード病である、工場選手の病理、治療法を研究。翌年ドイツ人妻シエルマ渡し代。1906年京都帝国大学大学院に、論文提出し、医学博士の学位を得る。 優秀な頭脳と研究熱心さから後藤新平に、可愛がられ、後藤の移動に伴い、同年、台湾総督府委員長、台湾総督府委学校教授から、南満州鉄道株式会社理事への移動を、命ぜられ、小6くらいにを任される。1907年、関東都督府議士から、民政部系無課勤務となる。1909年に、関東都督府及び、満鉄会社を辞し、 東京築地赤市町に自備院工科病院を開業。医療の傍ら、工業関係の様々な研究を行った。1913年には、新州より、職府職工を雇い入れて、基式人造研修を発明、特許を出願し、1914年の東京大賞、博覧会には自作の自動車を出品した。1915年には、 東京帝大工学部の技師らと共に開発した発動機にモーリス・ファルマンの機体をつけた飛行機、鶴技号を製作、続いて初の国産機、第二鶴技号を完成させた。1917年に医業から引退し、飛行機体と発動機の一貫生産を目指す赤羽飛行機製作所を設立。同年、大本教に入信し、大本事件の後半では、教主。 出口鬼三郎の特別弁護人として法廷にも立った。天産時給の法に基づき、理科学の文化的応用を研究する、騎士科学研究所を設立し、鉄夜金研究、自動車政策、航空機政策、歩道研究などを手掛け、極実賞を受訓する。1920年には、軍事要請鉄原料不足に勝利しつつあった陸軍省に、国内に、 豊富な砂鉄を圧削用化して、断鉱を作り普通鉄鋼に代用する策を提言し、自らも青森県下北半島の岩壁にて、砂鉄の採掘を試みた。この下北鉱山の経営失敗で負債を抱え、その影響で1921年に赤羽飛行機製作所は閉鎖となり、騎士は航空業界を去り、東京市長に就任したばかりの後藤新平のつてで、 東京市電機局の理事となる。ゴミ処理に悩む東京市の依頼により、渋谷の東京市発電所構内にて、焼却処分法を研究した。騎が考案した都市人海処理法を司会に通すため、議員への説明用のアニメーション映画を北山映画製作所に発注し作成しているが、これは日本初の線画を用いた科学映画と言われる。1923年に、 関東大震災が起こると、復興のために設立された、帝都復興院の技師に任命され、独自の都市計画、地質研究を発表する。1925年には、岡山県味野町の野崎園田に試験書を設けて、生塩鍋の改良に取り組み、生塩能力を倍する新方法を発見。1928年には、アルミナセメント製造の研究で、 商工省より第四回工業奨励金を交付されるなど様々な活躍を見せた。1928年に思想上の困難に直面する日本を救うには、敬信周祖の精神を鼓舞しなくてはならないとして、全国の神社の建て直し、国境の確立、民心の安定を目指して、渋谷町大和谷八意試験神を主神とする、神道系の信仰宗教団体、 名道会を設立し、帰還し、国境を月間で発行、信者は、関東から東北まで広がっていった。騎士が、遺憾測帯に身を包み、朝鮮人未婚の交太陽が、陰頭から発する PP という笛のような声を、名道霊児なる霊媒の声であるとして、恒例を行い、除霊行為や霊写真の撮影などを金を取ってしていた、ことから、1931年に、詐欺罪で、 警察庁に検挙されるが、精神鑑定により古代妄想患者と判定され、基礎を逃れた。次第にインテリ階級の信者が離れていったが、それでも2000人くらいの信者がいたという。明道会は当局の命令で解散したが、1934年に維新会として再発足した。1937年、脳一血に肺炎を併発し、成居。 去年64、5歳のノブエは、ミカドホテル2代目経営者、後藤哲次郎の4妹。子供として湖南3条あり。1998年には、遺族から第二剣号の試験飛行を撮影した、当時の映写フィルムなどが、国立博物館に寄贈された。医者の工業として注目された、岸和田は、製鉄の研究中に、 富山県剣岳で森武電を発見し、それをきっかけに、委員の隣に富山工業所を作り、溶光炉を築いて森武電スチールを鍛造。その利用として、自動車や飛行機製作に目をつけ、後藤新平と提携して、麹町内幸町に東京自動車製作所を作り、病院構内にも飛行機製作の工場を建てた。 1915年に飛行機用発動機製作に成功し、後藤新平はじめ、田中建愛吉、井上二郎、久保滝与知香、畑野正五郎、麻吹英二ら50人余りを招いて披露した。発動機は、フランスの水冷式、ルノー V 型70馬力を改良したもので、国産は難しいと思われていた、発電機や曲柄軸、プロペラなども製作した。 同年、京都伏見の小畑常次郎政策のモーリス・ファルマン、式機体に騎士の発動機を搭載し、洋歌市の沖の下、原飛行場で試運転を行い、洋会地町の上空を一周した。小畑は、伏見の夕山と呼ばれた人形で土木受けを異業を、していた小畑岩次郎の息子で、飛行家になるためフランス留学を予定していたところ、欧州大戦が勃発したため、 所沢の第二期操縦症校、井上武三郎注意の指導を受け、自宅敷地で純国産材料による飛行機製作も始めていた。本格的な民間飛行場としては、日本初となる沖の加減飛行場も、完成後常次郎が使用できることを条件に、小畑家が工事を受け負っていた。丹精込めた自作発動機が、小畑製作の機体に装備され、役に立ったことは岸に、 大きな感激と勇気を与え、1916年2月頃に築地赤市町の病院構内に新たに工場を建ててて機体の製作にも着手した。1916年に帝国飛行協会が実施した飛行機用発動機の検証募集に、騎士を含め18名22種の応募があったが多くは失格し、騎士ら3名4種のみが、 臨時軍用気球研究会所沢試験所での検定審査に送られた。結果としては、島津奈良像製作の回転式8馬力1機のみが、規定の30分以上続けて、予定の動力を出して一等となり、騎士式発動機は不調で不合格となったが、かつて映画撮影にまで使われたことなどの実績が評価されて、奨励金が授与された。その1ヶ月後、 岸は落選した発動機を整備し同系の2号発動機を作り、自分たちで製作した新機体に取り付け、剣豪と命名して、同年7月に東京須崎埋め立て地で試験飛行を行った。機体は旧型の模式で国産材料を集めて、宗里越太郎が製作に当たった。機名は森武伝を発見した剣岳に由来するもので、発動機ともに国産品を持って、 全く一人の手によりなった日本民間最初の飛行機となった。剣豪は長岡外氏が会長を務める国民飛行会に貸し出されて巡回飛行が実施され、岸らは剣豪2号機の製作を始め、翌1917年2月には完成披露飛行が行われた。この時、原愛二郎がカメラを持って同乗し、これが民間機発の空中撮影と言われる。 岸のもとには、技師や工学士、飛行家志願者などが集まり、東京府下に敷地を物色して、工場建設と飛行場の計画を進めた。岸が所蔵する諸賀骨頭を売り立てに出して、事業資金を作り、1917年10月には、帝国ホテルに、後藤新平はじめ、定新大臣連、健次郎、農商務大臣、中正寺連、田中建愛吉博士らを招いて、 異業から航空業界への転身を表明する宴を開いた後、同年12月に、北豊島軍艦淵町神谷に赤羽飛行機工場を設立した。敷地内には4機収容の格納庫、飛行機体工場、発動機工場、成功所、電気炉、本部事務所、宿舎などが建てられたほか、氷川神社から、猿田彦命を勘定した赤羽神社が混流され、 機種自ら遺憾測隊で放仕した。1918年夏には東京上野公園で開催された空中文明博覧会に発動機製作材料などを出品し、同年間は飛行協会の審査員に選出され、1923年には民間航空事業功労者の一人に選出された。赤羽工場では第3第6剣豪を製造し、 台湾総督府警察航空班にも、式音型3機を収めるなど、機体と、ルノー式発動機数10台分を陸軍に収め、また、機種式マグネトをスイスにまで輸出するほどの成績を上げて、順調に運営されているかに見えたが資金難となり、浅野総一郎の投資を得て、飛行機と自動車の製作、製鉄工場の経営をもくろむも、1921年3月に、 工場及び赤羽飛工場は突如閉鎖となった。破綻の原因は、騎士が起こした青森県下北郡の恐れ山での採鉄事業、下北鉱山の経営に失敗したことと、模式の時代が過ぎて陸軍の注文が止まったことなどにあった。ABCDEF 台湾の医学に影響を与えた日本人、自備蓮光家の場合、オービン東。 日本医師学雑誌第54巻第3号、日本医師学会、2008年医学博士、岸和田君、岡山県水戸郡案内市、岡本義江編 ABC 岸和田歴史が眠る、玉霊園最新報道学岸和田著、P20ABCD 邪教の教師になり下がった、秀才の医学博士、用意編、維持雑行、田中香織果て、大鳥鳴堂、書店、 1940官報。1902年5月21日官報。1907年2月16日官報。1906年7月3日官報。1906年11月27日官報。1906年12月1日官報。1907年9月20日。起死式人造検視層の正位層より、防失権利不通人に改とす。 時事新報1914.45神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫 ABC 日本航空誌明治大正編一般財団法人日本航空協会1956年 P161 大正時代の飛行機のことを調べている。岸和田の赤羽飛行機製作所が製造した飛行機が山口県で遊覧飛行したことが記録されている。 当時の新聞報道等や関係する資料について知りたい。特に運搬方法に興味がある。レファレンス共同データベース2018年4月11日富士重工業富士重工業50年史資料集1953から2003渋沢社史データベース4年目鈍流工場時代4斎藤昇。 中島飛行機社内報、連載、中島飛行機の思い出、1956から1964、第一の母、第三巻、戸和田竜、伊豆と水、1982年から1983年、P508 判例、実験徹夜金額、上官、騎博士の著書の首目に、池田博士による、序文、最新歩道学、 岸和田著団候法研究の完成製鉄会の、一大孔明、大正日日新聞1920.1026、神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫、春風はどこに吹くここに吹くは冷たい風さびれいく、鉄工業大阪朝日新聞1922.1、2 AB 全室、日本航空誌、明治大正編、P510 個 厄介物のチリアクタを焼いて100万円の大儲け眼博士の新設備を見学にお里を出した、市議連東京朝日新聞1922.125ビジュアル文化シリーズ、日本初のアニメーション作家北山聖太郎津賢新のリンセンバーク湖リメテッド二千0 0 7 p 1 7 8から180生物学的都市経営論、岸和田町東京の工学的地質研究眼、 カズタチョ声塩の釜とヘッツイを、岸博士が、発明声塩能力を高め燃料を節約近く、試験報告を公に自然国の延言に、採用神戸また、新日報1925.8、30工業奨励金交付決定数、国民新聞1928.1、12、国境確立論、岸カズタチョ AB 信仰類似宗教批判 P6、 スポーツ済み分理学院図書士人館、新宗教の世界大倉出版、1978、P32、後藤哲次郎、人事更新録。6版、P562、岸和田、人事更新録。6版、P 期 49AB 全室、日本航空史明治大正編。P182 全室、日本航空史明治大正編。 P231AB 前室、日本航空士、明治対照編、P178ABCDE 前室、日本航空士、明治対照編、P274 から 276AB 前室、日本航空士、明治対照編、P265 から 269AB 前室、日本航空士、明治対照編、P300AB 前室、日本航空士、 明治大正編、P334、工場通覧の商務省商工局公務課編、P568、空中文明博覧会社新庁、渡辺一英編、帝国飛行発行所、大正7年 AB 全室、日本航空史明治大正編、P364 から377、ハット AB 航空歴史館、岸和田市の赤羽飛行機工場と、 鶴木号インターネット航空雑誌、飛行機雲も銀行を売った朝野沖永、貨物空中輸送計画すでに10年来目をつけて、その研究もだいぶ進んでいるが、実行方法が、問題中外商業新報1922.821。ありがとうございます。